ロシア内部に働きかけよ、ボルトン元大統領補佐官がプーチン打倒作戦を提唱ウクライナでの戦闘が一段と激化する中、米国のトランプ前政権で大統領補佐官を務めたジョン・ボルトン氏が、今こそ米国は真剣にプーチン大統領を倒す作戦に着手すべきだ、という提案を発表した。ロシアのレジームチェンジ、政権の打倒による交代を目指す工作を始めよ。 という劇だったこの提言は、米国がまずロシア国内の反プーチン勢力を支援して、内部からのプーチン大統領除去を第一の目標とすることを強調していた、こうした動きは、米国でプーチン政権への反発が高まっていることの表れとして注視される。もう遠慮する時期ではない、共和党の歴代政権で国務次官。 国連大使など対外政策関連の交換ポストを歴任してきたボルトン氏はトランプ政権で国家安全保障担当の大統領補佐官となったが2019年9月にアフガニスタン政策などをめぐってトランプ氏と意見が衝突して辞任しただが保守系の戦略問題専門家としてなおその発言は重みを発揮しているボルトン氏は10月上旬国際安全保障専門の論壇サイトに プーチンは去らねばならない。今こそロシアのレジームチェンジの時だと題する論文を発表した。同論文はまずバイデン大統領が今年、2022年3月にプーチン大統領に対して、この男はもう権力の座にとどまってはならないと述べ、プーチン大統領打倒のための斬首作戦までをも示唆したことを指摘し、その直後にバイデン大統領の側近たちが、 大統領はプーチン大統領の地位の変更や、いわゆるレジームチェンジを求めたわけではないと釈明したが、もうそんな遠慮する時期ではないと書き出していた。ボルトン氏はその上で、ロシアの政権交代なしにはヨーロッパの平和や安全への長期的な展望は全くなく、その政権交代という選択肢がないかのように振る舞うことは極めて有害であると強調していた。 このままでは過酷な消耗戦が続く。ボルトン氏はさらにこの論文で、ロシアでプーチン政権が続く限り、ウクライナ戦争が解決する可能性はなく、情勢はウクライナや欧米側にとって不利となりうるとして、以下の趣旨を指摘していた。ウクライナは現在、軍事攻勢に出てはいるが、西側にとってはっきり、勝利と定義づけられる展望が存在しない。 ロシアは戦闘でかなりの被害を受け、国内でも反戦感情が高まっている。とはいえ、ウクライナ側の被害も大きく、破壊も莫大である。ロシアは核兵器使用の威嚇を続け、西欧にエネルギー面で与える被害も大きい。これから冬を迎えて、西欧側の反ロシアの団結がどこまで続くかわからない。ウクライナでは軍事衝突を止める停戦への動きは全くなく、 このままでは過酷な消耗戦が続く展望が確実視される。ロシア内部の造反を煽る、ボルトン氏は以上のような情勢認識を明らかにしながら、ウクライナ側、さらには欧米側にとってのこの苦境を脱するには、米国がこれまでの政治的計算を変更し、ロシア側の反プーチン勢力を注意深く支援してレジームチェンジを試みる時期が来た、と述べる。 その上で以下のような要点を強調していた。プーチン政権はかねてから、米国はさまざまな方法でロシアのレジームチェンジを試みていると非難してきた。バイデン政権にはそうした動きは見られないのに、ロシア側はそう断定してきたのだから、実際にその工作を試みても大きな損失はない。ロシアの政権交代への障害は巨大だが、その実行は不可能ではない。 だがそのためには単にプーチンを除去するだけでなく、過去20年にわたり築かれてきたプーチン中心の集団支配体制を排除しなければならない。プーチン側近にはプーチンより悪質な人物たちが存在する。米国が着手すべきレジームチェンジは外部からの軍事力を必要としない。ロシア内部の造反を煽ることを最初の手段とする。次にプーチン政権内の団結や連帯を揺るがせば。 変化が可能となる。すでにロシアの軍部、インテリジェンス、国内治安担当部門などの内部には、ロシアのウクライナ侵攻に関してショック、怒り、地辱、絶望がある。ロシア政府部内でのレジームチェンジへの動きは、プーチン政権に個人の運命を任せた各部門の最上級層からも、末端の官僚層からも起きはしない。最もその動きに走りやすいのは、 軍隊で見れば左官級から最下位の将軍。非軍事の官僚機構ならばそれに匹敵する上層部に近い中堅層となる。この種の層に、政権外部にいる反政府活動家たちが接近して説得し、連帯して行動を促すことが効果的である。工作を秘密にする必要はない。ボルトン氏は以上のように、米国が斬首作戦のような直接の軍事力行使ではなく、 ロシア国内の特定勢力に協力し、先導し、支援するという複雑な方法でのプーチン政権打倒への作戦を解くのだった。さらに同志はこの論文で、ロシア国内への具体的な踏み込み策を以下のように提示していた。外部からの支援としては、ロシアの反政府勢力と国外の活動家たちの統合に向けた意思疎通の支援、ロシア国内への種々の政治情報の提供、 反政府勢力への財政支援や物質的支援が実行可能である。米国はロシアのレジームチェンジを試みていることを秘密にする必要はない。その試みがむしろ国際的な支援を得ていることを強調して、そのための実行手段を着実に進めるべきだ。ヨーロッパに対してロシアを平和的、協調的な存在とすることは、世界全体の平和と安定への歴史的な貢献となる。 ボルトン論文は以上のように、現在のロシアの政権を変えることに、歴史的な大義があるとまで強調していた。バイデン政権がこの種の大胆な提案にどう反応するかは不明だが、世界を揺さぶるウクライナ戦争に対して、米国にこうした提案も存在することは注視に値するだろう。ロシア、玉切れか、クリミア大橋爆破への報復ミサイル連発が恨め、 苦戦を示唆する分析が相次ぐ、元陸自東部方面総監、渡辺氏、戦略なき無駄な攻撃。ロシア軍は10日に続き、11日もウクライナ全土への大規模なミサイル攻撃を継続した。クリミア大橋爆破への報復としてプーチン大統領が命じたものだが、兵器の枯渇に拍車をかけるなど戦略のなさを露呈した。西側諸国も戦争犯罪と非難を強めており、 ロシアが戦局を挽回することは難しい情勢だ。ウクライナ非常事態庁によると、東海港のミサイル攻撃による死者は21人、負傷者は108人に上った。ロシア国防省は11日、すべての目標を破壊したと発表したが、ロシア軍の苦戦を示唆する分析が相次いでいる。A 情報機関。 政府通信本部のジェレミー・フレミング長官は11日の講演で、彼らの物資と弾薬が不足していることを我々は知っているし、現地のロシア軍司令官も知っている、と指摘、ロシア軍は疲弊している、と明言した。米経済誌フォーブス、ウクライナ語版の試算によると、10日の攻撃でミサイル84機と24機の無人機を発射し、約4億から7億ドル、 約583億から1020億円を費やしたとみられる。米欧の専門家も、軍事的に大きな価値はない。ロシアは貴重な戦力をかなり消費した。栄養率国際問題研究所研究員。精密兵器を無駄遣いした。米戦争研究所と声を揃える。先進7カ国、G7 首脳は日本時間11日夜、オンラインで会合を開き、 市民への無差別攻撃は戦争犯罪となると声明を発表した。元陸上自衛隊東部方面総監の渡辺義和氏は、大規模ミサイル攻撃の背景には、クリミア大橋の破壊を受けたプーチン氏の怒りと焦りがあるが、戦略なき無駄な攻撃となった、ロ軍はさらにミサイルが枯渇すると予想される上非軍事目標の攻撃などへの非難で西側諸国を結束させる結果にもなった。 ロシアが戦局を挽回するのはほぼ不可能になったと分析した。